味噌カツ、味噌煮込み、ひつまぶし、焼きそば、台湾ラーメン、どれぐらいうまいで、みんな食べに来いやで。自称日本一コンタクトを愛し、日本一コンタクトを売りたい年商100億の男、コンタクト社長吉田忠でございます。さあ今回もコンタクトレンズのプロである私がおすすめのレンズ紹介していきますよ。コンタクト社長、今回はまた丸丸しながら商品紹介をお届けします。ちゃんとやらせてよ丸丸しながらシリーズ評判いいの？評判としては英語禁止が見てて楽しくて、商品の情報も一緒に見られてよかったと社内評判いただいています。おー、いいじゃない。で今回のお題なんですけども、はい、名古屋弁を喋りながら商品紹介です。何言うとんだっていい感じじゃないですか。どれ難しいかや。その調子で行ってみましょう。今回の商品はこちら、ピュアナチュラルプラス 55%、 ピュアナチュラルプラス 38% だって。なんと過半数率が 38% と 55% と2種類もあるんだがや、自分に合った付け心地が選べるんだって。でらすごいが。コンタクト社長、さすが名古屋出身ですね。ネイティブだって。ちなみに名古屋で好きな飯とかありますか？あるある。どれうまいかんね。味噌カツ、味噌煮込み、ひつまぶし、焼きそば、台湾ラーメン、どれうまいでみんな食べに来いやで。めちゃめちゃいい、美味しそうなのがありますね。また商品紹介していきましょう。いきましょう。ピュアナチュラルプラス 38% は含水率 38% の低含水コンタクトだって。レンズに含まれる水分量がどれや少ないので、蒸発する水分量が少なくて乾燥をしにくくさせとるもんで、さらにイオンを帯びていないのでタンパク質汚れや花粉を引き寄せにくいで。含水率が高いレンズは比較的多くの酸素を目に届けてくれる水分たっぷりのレンズだもんで、とても柔らかくつけ心地が最高だて。メーカーの正美さんのコンタクトレンズのパッケージはおしゃれなものがどれや多いから、カラコンのアーティラルもいいデザインだて。以上がピュアナチュラルプラス 55% &38% の紹介でした。ありがとうございます。いやいい感じで名古屋弁出てましたね。どれや良かっただろう。どれや良かったです。どれやどれやだもんで、だもんで、でらでらチャリは蹴ったマシン、最高だな名古屋。ということで今回はここまで。この動画に満足いただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。何言うとんだって。いい感じじゃないですか。どれ難しいかや。じゃあその調子で行ってみよう。あー、すいません。おい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